シャーは、王を意味するペルシア語、または、王の称号を。古代ペルシア語の開催や、シータイヤに由来する。もともと、イラン系の王の称号であったが、イスラーム時代以降は、イラン系のみならずイランイスラーム文化の影響を受けた、チュルクモンモル系の王公でも、称号や人名などに使われるようになった。また、シャーハンシャー・シャーハンシャーとは、パフラビー語のシャーハンシャー・エスイチェン、ソ ソアン、ソショウの王、王の中の王の意味のアラビア語転写ないし、アラビア語系である。近世、現代ペルシア語、シャアは古代ペルシア語のエクスサや、シータイやマイナスに起源を遡る単語であるが、同時に、シャアハンシャアもまた同じ時期に出現する歴史ある、称号である。いわゆる、シャハンシャとは、アケメネス朝のダレーオス一世が古代ペルシア語の、非文群において、 初めて名乗った称号、エクスサイヤ、シータイヤ・エクスサイヤ・シータヤ、ヤナムに起源する単語で、旧約聖書に見られる、蝶の王の形容表現はまさにこのダレーオス一世以来のペルシア帝国の王号を直接の由来としている。アケメネス朝の歴代君主たちはこの、蝶の王、エクスサイヤ・シータイヤ・エクスサイヤ・シータヤ、ヤナム以外にも、偉大なる王を意味するエクスサイヤ。 シータイヤ・バズラカという称号も用いていた。この称号は、ダレーオス一世以前のキュロス二世の頃から、バビロニア語非文にルゲルギャルとして使用が見られるが、ギリシア語のコインでは、シグマ・ラムダ、オーム・シグマ・ガンマ・ラムダ・オミクロンとして、存続するものの、この、大王というイラン語での呼称は、サーサーン・アサ、イスラーム時代以降のイランでは、小の王のような形では伝承されなかったようである。 ミトラダテス2世のコイン。左上から右回りに、シグマラムダ、オームシグマシグマラムダ、オームガンマラムダ、オミクロンシグマ、オミクロンパイファイオミクロンシグマと記す、カニシカ1世のコイン。オミクロンオミクロンオミクロン、オミクロンオミクロンと記す、その後この、シャーおよび、シャーハンシャーの王号は、ペルシア帝国時代から使用されていたアラム語では、メレック・マルキンと翻訳された。 聖書ヘブライ語の、長の王、メロック・メラキム、エゼケール書26、7。ただし、ペルシアではなくシンバビロニアのネブカドネザル2世の称号は、その直訳と言える。アラム語系のメロック・マルコ・ハヤは、エズラキ7時12分とダニエル書2時37分に、見え、前者は、アルタクセルクセス1世を、後者はネブカドネザルを指す。 マケドニア王国のアレクサンドロス三世によるペルシア帝国の滅亡とセレウコス朝のシリア、メソポタミア支配によって一時、蝶の王の称号の使用は中断したものの、東方からメソポタミアを征服したパルティアで、再び復活した。パルティアの王たちは、ミトラダテス二世以降、発行したコインの名文にギリシャ語で、シグマラムダ、オームシグマシグマラムダ、オームと刻み、また、 アラム語の秘文などで自らを、メレック・マルキンライシ、マルキン・マルカと名乗った。サーサーン朝初期の秘文や、後世のマニキー文書などの研究によれば、パルティア語そのものでは、カイエ・スイチェン、カイソと称していたようである。パルティアを倒してメソポタミアを及び、イラン高原を継承した、サーサーン・アサでもエ・スイチェンソとして受け継がれた。特に、サーサーン・アサでは、 シャープール一世以来歴代の君主たちは、エーラーンとヒエーラーンの小の王と称したが、政治的にも諸国の王へイチェンマイナスを支配する王、祖としての意味が強化され、サーサーンアサの君主は各地にシャーを分布して、中央集権化を推進し、文字通り小の王となった。一方、東方のソグド地方では、小の王の称号は用いられなかったようである。 ソグディアナの都市国家それぞれを統括していた領主たちは、アラム語語彙で、MRY、またはこれ。このソグド語で、O を意味するザジー・デルタも古代ペルシア語の回サイヤ、ータイヤマイナスと語源を共有する語彙である。さらにクシャーナ朝の君主たちは、支配階層で使用されたバクトリア語で、単に、オミクロン内しオミクロンオミクロン、オミクロン、すなわちオミクロンオミクロンオミクロンと、 少子、同時代のパルティア同様、長の王を名乗っている。同種の称号を用いたことが分かっているのは現在、確認できる最古のバクトリア語資料である、ビマタクト王の秘文での要例からであり、イゴカニシカ一世など、歴代のクシャーナ朝の君主たちは、オミクロンオミクロンオミクロンを名乗り続けている。アラブ征服時代からのイスラーム世界の拡大によって、 サーサーン朝滅亡以後は、シャアの称号は途絶するが、サーマーン朝によるペルシア語復興運動によって、カラハン朝やセルジューク朝など外縁のテュルク系諸勢力から人名として徐々に使用されるようになり、この頃から近世ペルシア語では、ペルシア帝国の支配者に限らず広く、王を意味する普通名詞となって、君主や聖者などの貴人の称号や、 人名の一部として用いられるようになった。シャーハンシャーはアラビア語の歴史書などではもっぱらサーサーアン・朝内氏の古代のイラン系の君主たちにのみ使用されていた単語で、サーサーアン・朝の滅亡以降、久しく現役の君主の称号としては使用されていなかった。しかし、932年にブワイフ長が政権を獲得するとアッバース長カリフに、 アミール・アルー・マラーの称号以外に古代以来のシャーハンシャーの称号を名乗る許可をも求めるようになった。現在確認できる限りでは、アデドゥッタウラの知性から、ブワイフ長の君主たちは、貨幣の名分などにシャーハンシャーの称号を用いていたことがわかっている。またこれに習ってのことだと思われるが、セルジューク長のトゥグリルベクモスルターンの称号を授与された前後から、やはり貨幣に、 最大のスルターンという名乗りに加え、最も栄光あるシャーハンシャーという称号を刻ませていたことも判明している。16世紀初頭にイランを統一したサファビー朝が、それまでこの地方の君主が用いていたスルターンやハーンに代わってシャーの称号を採用し、イランの君主の称号として定着。その後のアフシャール朝、カージャール朝、パフラビー朝の昭和さで用いられ、 1979年のイランイスラム革命で帝政が倒されるまで続いた。イルハン朝が断絶して以降、イラン周辺でのハーンの称号は、地方君主やアミール、都市有力者の人命に使われるほど一般化してしまい、称号としての地位の下落が著しく、王朝の君主たちは、スルタンニやパーディシャーなどに加え、陛下、殿下に相当する、ハズラトに、高貴なる、 思考なるなど様々な形容詞を付随させてなどして、王朝の君主としての称号の差別化を行っていた。最後のシャーとなる、モハンマドレザ・パフラビーは、公式には、シャーたちのシャー、すなわち王たちの王、皇帝を意味するシャーハンシャーを自ら用い、皇后にはアラビア語のマリクの女性系であるマリカの称号が使われた。明朝で編纂された漢語と、 周辺外国語の大訳語集である、海訳語の一辺でペルシア語版である、海海間訳語人物文では、を、パードシャー PD セイチェッチを、律ともえ得さぐろと、漢字を無者し、君の意味に当てており、同じく、シャーシャオ、と、漢字を無者し、君の意味としているが、別の箇所では、パードシャー PD セイチェッチを、律ともえ読、と移し、天皇帝の意味としている箇所もある。 イスラーム時代以降のシャア内市、シャアハンシャアの君主号は、主にカスピ海南岸のダイラム地方やマーザンダラーン地方、一帯のイラン系地方政権で使用されて続けた。サファビー長がシャアを名乗ったのは、よく取り沙汰される、イラン文化の復興を根ざした復古的なものとする意見は正しくなく、出身地域を同じくするダイラム地方のブワイフ朝や、ズイアールアーサ、 マーザンダラン地方のバーワンド家などと同様に、これらカスピ海南岸の政治勢力が使用してきたシャアの称号を伝統に従って自然に名乗ったものだったと解すべきだろう。ありがとうございます。